コンクリートのような頑丈な建物の中で身を守っていてください。先ほどから揺れが繰り返し起きています。引き続き気をつけてください。そして時間帯としては今地域によっては夕食の準備にこれから入られるかと思いますが、火災を起こさないようにだけ十分気をつけてください。火災を起こさないように、火事まで行かなくても火傷をしないように十分